いですよ、もう早すぎだよね。春休みの宿題がまだ進んでないです でもまだ、まあ時間まだあるし大丈夫です。頑張ります。おはようございます。あ、今日は明日行こう、大前夜公演です。そうなんです。あ、仕事行ってくれて頑張れ、頑張ってください。日曜なのに大変やな。あ、そう、ほんでなんやっけ、あ、そう、今日は世代交代前夜公演なんですけど、あの多分、え、どうなんやろ、もう知ってるかわからないんですけど、あのちょっと昨日の夜に結構いろいろ変更、めっちゃ、え、今日の朝やな、まあほとんど今日の朝に変更があって、ちょっと皆さん楽しみにしてくださった方はごめんなさいって感じなんですけど、あのそうなんです。まあちょっと仕方ないんですけど、ポジションがね変更しちゃったんで、アミが「あ、俺なくなりました」、多分まあ皆さん分かってたと思うんですけど、ポジション今日の、けど今日のポジション変わっちゃったんですよね。そうだからアミはまあそんな前に行けなくなっちゃったんですけど、後ろでも頑張るので見ててください。ルームスの返信ありがとう、あ、ありがとう、みんなに返しましたよ。今いるアミがこの前見てた時の時に書いてた方は全員返しました、ルームス返信。だから皆さん見てね、見てください。昼ごはん行きますよ、ありがとう、ありがとう探してます。おはようございます。公園夜タクシー飛ばしていくと、気をつけてきてくださいね、ありがとう、ありがとう。今日は昼夜行きますと、楽しみにしてますね今雨降ってるから気をつけてねって、はい、雨は滑るからな、そうそう。おはようございます。なんかさ、あさってさ声あんま出ないの分かりますかもう来て結構時間経ってね、1時間経ってるやのにやのにね。おはようございます。あ、待って、そうやねん、えおはようございます。ちょっと待って、コメントが変なとこに飛んだよ。あ、昨日公演 MC だみたいなこと言ってたよってありがとうございます。見たで、もう見たで、釣り振りが戻りましたね。あ、そう、釣り竿か、そうなんですよ、昨日ねちょっとなかったんですよ、あのな、部屋の掃除をしてたんですよ、それで違う場所の手で戻しましたおはようございます今日の公園行くよだって、ありがとう、待ってます皆さん、お近くにいる方はよければ来てください来てください。おはよう、おはようございます、おはようおはようございます。待ってな、まだちょっと今おかしい、あ、まや、ここ、オッケーオッケー、おはようございます。皆さん、昨日何したんですか？ちょうどポストも来たと、よかった、よかったです。最高大前夜公演、昼夜ですね、今日は楽しみやな。あくびってさ、出そうで出ない時ありますよね。そん時ってさ、なんかむっちゃさ、なんていうん、
なんていうんやろ、息が詰まりますよね、わかる？雨やぎかもなんやけど、なんかそうなるんですよ。おはようございます、みたんたんたん、みたんたん、おはよう、おはよう、おはようございます。今日は昼夜に公園行きます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。やば、普通にやばいね、これは。はよう、これから二度寝します、と寝てください。昼から早退して初めて N-SHIP 公演見に行ってきたよって。お、どうでしたか？何も出れるように頑張りますはよう、もう近っぽから1週間かって、もう1週間か、でもまだ1週間かとかもありますよね。なんかね、もう1週間だったんやってのもあるけど、なんか逆になんかもっと、なんていうん、もうもっとたった思い出かとも思ったら、まだ1週間かって感じもしますよね昨日は新しく開業した駅に行ってきたって。あれ、北陸新幹線のやつかな。ブログ朝に更新されたのでコメントしてて、ありがとう。見ますね見ます。おはようございます。なんかね、最近 TikTok を撮ろうと思うんですけど、 TikTok な、ほんまにな、曲がないんです。いい感じのなんか、だから皆さんなんていうん、リクエストっていうんか分からんけど、ください。今日何撮ろうかなってなって、女でいつも。でも楽しいんですよ、 TikTok 撮るのは趣味です趣味です。え、夜勤あるのに家でないといけない、2時間前までゲームしてて、やば。頭痛くないですか、そういう時って。でも眠たいのを我慢してゲームやってる時は頭痛くなるけど、普通に楽しくてやってる時はあれか、普通だな。みたいにとってほしい音源あるで教えてください。ほんまに分かんなくて。でもな、すごいのがな、なんかな、最上級に可愛いのあるやんか、あれをな、まだそんなにな、めっちゃバーンって流行った時じゃない時に教えてもらって、ファンの方にで、できました。おー、ほんで踊ってからめっちゃ流行り始めててびっくりしましたよね。上がったのは多分そのぐらいやったかもやけど、教えてもらった。だから皆さん TikTok の音源教えてだから昨日ね、あげた TikTok をね、1、2年前に流行った TikTok の音源使ったんですよ。掘り返していこうという感じですね、逆に。保険でした、ありがとう、ありがとう。ネネミの音源使えなかったの残念よね。そう、やばそうなんよ。なんかさ、ネネミの曲って意外になんていうの、めっちゃ踊ったりするやん。それこそさ、近っ端に出た時とか踊るやん。けどなくなっちゃったからな、使えないんですよ。昨日 N 公園帰りに御堂筋線乗ったら新しい駅雪のやつだった。なるほどね。音源作ってみるのはどう、アカペラでやって。きついなやばいってそれは普通にどうやってリクエストしたら分かりやすいやって、普通にコメントしてくださって、それはみが覚えときます覚えときます。でもなんかな、見つけれるか分からへん音源。まあでも TikTok ってすごいよな。なんかさ、一部のさ、あれを一部だけ書けば出てくるってすごくない？例えばさ、なんやろ、
今さポケモンのさヘイブーギブーギブーブーってなやつ流行ってるやんか。あれはちょっと見なんて言ってるか英語やからよく分かってないんですけど、なんかもうヘイブギブギブって言ったらあれ出てくるんですよ。ヘイブギブギブポケモンって調べたら出てくるねん。すごくない？だからなほんまにねすごいと思うんですよ最近の電子機器は。え、やばいよな、そんな一部さ出てくるとかさあんまりないよな、あんまりっていうかないよな絶対。だからすごいなと思って見てます。そう、ユニバーサルのくら寿司混んで、混んでよね。え、混んでる。くら寿司なんあそこ、スシローじゃなかったっけ。くら寿司か、え、スシロー、どっちやけ忘れたけど混んでますよね。めっちゃ混んでる。ユニバは仕事終わったら公園向かうから荷物いっぱいだ、気をつけてきてね。荷物多い時ってさ落とし物しやすいよな。分からへん、網だけかもこれも。またけど気持ち的にあの落とし物と忘れ物が多そうやから皆さん荷物が多い時は気をつけてください。おはようございます。すごい、昔は逆に合ってるのに違う検索結果になるって。なるほどね、確かにすごいよな、ほんまほんまにすごいと思う。ああいうの誰が調べてんのより一瞬で調べてるんかな。それかなんかもうブギブギブっていう言葉が入ってたらあれを出すようにしているとか。難しいですわ。寒い。夜勤の帰りに芸形見たんだ、見てたんだけど、ゆうまれようコンビ面白すぎな、おもろいよな。あのレオちゃんもねめっちゃ静かに見えるんですけど、あのね喋ってたらめっちゃ面白いんですよね。そう、おはようございます。皆さん明日からはねアミーちょっとショールームちゃんとやっていこうと思うので、よかったら皆さん見に来てくださいね。お願いします。こんにちは、ってはじめまして、私の名前は、あとアミの名前は宮本アミって言います。アミタンこと宮本アミです。年齢は中学1年生、あ、まあもう中2なんですけど今まだ中1ってことでいいですよね。13歳のアミタンこと宮本アミです。よろしくね。あ、でも待って、でも海外の方やったらさ英語の方がいいですか。ハロー、マイネームイズアミ宮本。どこまで紹介すればいいんこういうのって。 My birthday is July 1st. My favorite food is たこ焼き and サーモン。あ、出た、たこ焼きサーモン and マカロン、最後に and やからな。ほんで、あ、マイサイリウムカラー、サイリウムカラー is、恋ってなんていうんやったっけ、なんだっけ、前聞いてんけどな。まあ濃いピンク&ホワイト、はい、よろしくね。よろしくね、よろしくお願いします。1年で7センチ伸びてる。そう、あ、そう、身長がね、でもな正確に言うと去年の4月が142センチあったんですよ。それで142センチで今が148やから6センチぐらい、今こういう、あ、ディープ、じゃあディープピンクか、ディープ、マイ
マイサイリウムカラーイズディープピンク&ホワイト。エクスキューズミー。エクスキューズミー、休みませんか。よろしくお願いしますやったら何なんやったっけ。何やっけな。ヒーは絶対ちゃう。あげるからそんな。わからへん。もうちょっと勉強し直してきます。わ、お団子いっぱいや。三色団子食べたいな。ありがとうございます。ちょっと待って読むわ一回。DJ さん、こじいさん、みくちゃん、サンキュー PM さん、まぼさん、りょうじさん、おうみさん、サンキュー PM さん、コスモライトさん、まぼさん、あつしさん、むーちょさん、まふみさん、あーにゃさん、たかひでさん、サンキュー PM さん、犬さん、ひろゆきさん、おうみさん、たかさん、まぼさん、けらさん、きゃんちゃん、おむらつーさん、たにけいさん、びりまゆさん、ディアズさん、まぼさん、特別警戒中さん、てっちゃん、まふみさん、さくらだオンエアーさん、たかひでさん、まゆさん、コスモライトさん、まっさん、みつばさん、みつばさん、みつばさん、ひろしさん、りょうじさん、おむらつーさん、ひだかこうじさん、ディアズさん、ひろゆきさん、ありがとうみんなさん、ギフト、ありがとうございます。それでは今日の1位の大見さん、お書きしたいと思います。はい、やりますね。おはようさんさん、モーニングやって、モーニングモーニング、そんなに伸びてたの。そうやね、めっちゃ伸びてるよな。232日おめでとう、ありがとう。え、早っ、もう3分の2来たんや。365やから、まああと100日。100日と2週間、14日ぐらいしたら多分来ますね。見えてきてるね。でも100日ってすごいよな。え、なんかね、思うんですよ最近。1ヶ月で30日、まあ30か31か30日やとするやん。まず順位変わってる。1位、小村通さん、何書きましょうか。ほんで、あ、お願いします、どうぞ。ごめんね、ごめんね、おみさん。また今度書きます。え、今書く、それか、もう言っちゃったし。じゃあコメントお願いします。そう、ほんで何だっけ、何時だっけ、忘れた。あ、そうや、1年で12ヶ月って聞いたら、まあ12ヶ月なんや、へえぐらいやん。そんな多いと思わんやん別に。24ヶ月とかもあるから、12ヶ月か1年って聞いたらさ、別にうーんぐらいやんけどさ、1年で365日って聞いたらめっちゃ多くない？なんか多すぎよな。あと亜美がびっくりしたのは、100日、1年の中の100日って聞いたらめっちゃ多いように感じるやんか。やのにその100日はだいたい3ヶ月ちょっと、まあ4ヶ月ぐらい、3ヶ月半ぐらいで100日が終わるって考えたら早すぎじゃないって思うんですよいつも。やばいよな、やばい、これは本当にやばいですっていう亜美の驚きでした。はい、今日はこれ書いてくれるって。あ、何これ、え、なんでこれ、銅像がトイレに座ってんの。じゃあ書きたいと思います。はい、書きます。え、むずいなこれは。いけるかな。あ、でも待って、
やっぱりうまいかもしれん。え、待って、やばいこれ、普通に下手くそすぎてやばいやばい。まあ可愛くしとくわ、一応できました。タラララーン、じゃらん、どうですか。まあいい感じいい感じ。まあちょっと体が棒になっちゃったけど、まあ座ってるよりは見えるな。オッケー、じゃあ撮っときます。はいはい、チーズ、ふっふっふ、ありがとうございます、ありがとう可愛くなっていいやな、やんな、いいよな。あ、東京から来てくれるんやって、今日ありがとう、気をつけて来てください。ペンライト持ってくねた。皆さん今日来てくださることはディープピンクとホワイトをお願いしますよろしくね。え、特徴取られてたよな、でも今の結構まあいい感じです。ということで、読みたいと思います。誕生13位たくさん、ありがとうございます。12位てっちゃん、ありがとうございます。11位ひろゆきさん、ありがとうございます。10位べりまゆさん、ありがとうございます。9位つるちゃん、ありがとうございます。8位りょうじさん、ありがとうございます。7位ひだかこうじさん、ありがとうございます。6位まおさん、ありがとうございます。5位コスモライトさん、ありがとうございます。4位まふみさん、ありがとうございます。3位サンキュー PM さん、ありがとうございます。2位おうみさん、ありがとうございます。そして1位はドゥ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 、オムラツーさんでした。ありがとうございました。皆さん今日もありがとうございました。ということで、まだ昼夜の間とか昼前ぐらいにできたらいいかなと思ってるので、よかったら見に来てください。ちょっとあくび止める薬とかないんですか、なんか風邪薬みたいな。ということで終わりたいと思います。皆さんがじゃないな、何言おうと思ったんやろ今、分からんけど、まあ後でまた会いましょう。ということで、まあショールーム後で多分やると思うので、また後で会いましょうね。せーの、オムラツーさん、ありがとうございました。またね、ありがとう。じゃあ劇場で待ってます。またね。あ、カメラ目線だ。ゆで卵出て。ゆで卵？ゆで卵？煮卵だね。煮卵だね。ゆで卵は白いからね。うん。うんうん、やばい。あみちゃんにまで。じゃあいただきます。今日の夜ご飯、お昼ご飯は、じゃん、ローストビーフ丼です。あんまり最近食べてなかったの。の美味しそう。4つしかなくてじゃんけんにしたら、勝ったね。そう、欲しい人が5人おって、それでじゃんけんしたら4人で一気に勝っちゃった。勝っちゃったね。1人負けだったね。そう、申し訳ない。じゃあかけます。うわうわ、すごい、全部かけてよかったんかなこれね。多めだねな。それではそろそろ食べたいと思いますみそらが負けたよ。そう皆さんは何のお昼ご飯食べるんですか。あ、昼も夜も。あ、味玉やって。味玉、抹茶るやん抹茶ちゃうやわ。毎度邪魔すんでやってますな。メラメラ休憩楽しみ、それな、マジ楽しみ。休憩だけやからな。いいな、今出たかったね。なみちゃんまた出ようね、うん、また出ようね、楽しそうね。うん、頑張ってね。頑張るよ。じゃあいただくね。ヤッピーママのプリンです。いただきます。いただきます。うん、おいしい。もう、ちょっとすっぴんすぎてあんま近寄らんとこは可愛いよ、うん、ありがとう。このピン、てんちゃんにもらったよ。みもね、みんなでお揃う、お誕生日に。
美味しいね、うん、これはあともう一個豚キムチがあったです、うん、けど豚キムは6個で、キムチ食べてないよ。うん、うんうん、やみやみ。自分の顔面白すぎて無理やわ。嫌になっちゃう。うん。ローストビーフだよ。口に入れすぎてさ、うん、やばい。食べれない。葉っぱ。葉っぱ。気になって見ちゃうよね、誰が来るか、うん、なんかあまり誰もこんなに音鳴ってる時あるもん。ん？お前？うん、めっちゃあるよ、怖い。髪切るな。ん？ね、髪切れへんよな、うん、だからそれを一気に丸ごといっちゃったからちょっと危なかった。うん、どこか。あ、いいね。食べるよ、いっぱい。うん、うまっ。うん、ローストビーフだよ。ここ？うん、うん、うまっ。今日家出るときに急いでて1個目の壁にぶつかって、うんうん、あと少したらさ、でこれで行ったんですよ。2個目のこれが一度でもあんたっていなかった。攻撃？うん、やばいね。うん、壁になんかしたんちゃう？うん、何したん？よく逆立ちしてる。痛いってことや。うん、足でつけてるからかな、うん、ごめんねって言わない。うん、噛み切ってもまだ大きいよこれ。噛み切れへん。ねえ、やばいね。うん。歯取れそう。無理だ。噛み切れなかった。噛み切ろうとしたら飛んでくるね。うん、だから一口で言ったら口の中で噛み切れなくなって、ね、沼渋滞してる今、うん、やばい。今日行くね、待ってるね。うん、待ってるね。うん、てんちゃんはカポンさんと遊びに来たな。そういえば。そうやで。どうやって行ったん？誘ってもらったの。なんで、すごくない？めっちゃすごいと思う。ラジオでね、一緒になって、そっからご飯の話ずっとしてて、うん、帰りに、うん、で行きたいとこあるんよみたいに言われて、うん、めっちゃ美味しそうですねみたいな話してて、うん、そう流れで。すごい。フィル行くわ、待ってるわ。ありがとう。みんな来てね。フィル、夜ありがとう。お弁当食べた後にあんなに激しく踊って苦しくならないのって。嬉しくなる？ご飯食べた後踊ったら。ん？ご飯食べた後に踊ったら苦しくなる？ならないね。うん、今ご飯食べた後逆立ちしてる家で、だからやめときって言われるままに。しんどくなるよって。タイヨロ。うん、うん。てか、アミちゃんさ、GSGK でゴルフしてた？うん、そう。アミ、新しい趣味見つけちゃったかもしれない。ん？そうなの？うん、一緒に行こうよ。行こうね。うん、めっちゃ楽しかった、あれ。上手やったね。手の指上手やが、多分。ありがとう。手のも全然できない。
練習行きたい。うん、アメも一緒に行こう。じゃあやばい、口の周りがソースで。おいしい。おいしいね、うん、おいしい。あ、夜入れるかもやって待ってるよ。来てねえよな。うん、うん、春休みがあと1週間で終わっちゃうって。雨もやん。じゃあもうすぐだな。いやいやな、まだまだ。食後に逆立ち。そう、食後に逆立ちだから逆流してこないの、うん、それ嬉しいし、だからやめときやって言われる。なんかバトンの時もなんかアップの時にやるよ、練習前の。だから慣れた。うん、店長にゴルフ教えてもらいたいな。教えるほど上手ないねん。絶対上手い、めっちゃうまい。行こうね。うん、行こうね。31来てね。アミは出れないんです、その日。西山ちゃんの生誕。そうなん。うん、だから、うん、応援します。うん、あ、そう、チーム SH の方ともね、たくさんお話しさせていただいて、うん、写真もいいね、可愛かった。めっちゃ可愛かった、やばかった。店長も可愛かった。本当？うん。ありがとう、優しい。めっちゃ可愛かった。一瞬で見つけたよ。本当？写真見たとき。一瞬で見つけた？うん。あっ！ってなった。あっ！ってなった。うん。なんかね。うん。中国の、なんていうの、どこ、なんて言ってたかな、まあ、そこら辺で有名なレモンティーいただいた。うん、うん、知ってる。カンカンに入ったやつ。うん、なんかね、タピオカのやつみたいに入ってた。知らんわ。いわ、めっちゃレモン味で、うん、そう。あみな、この前中国のなんかめっちゃ甘い、うん、ジュース飲んだんやけど、甘すぎて飲めんかった。どうなん、どこに行ってたん、そんなの。なんかな、うん、なんでかな、なんでなんだか忘れたけど、うん、なんか中華料理屋さんに行ったの、うんうんうん、そしたらそこがめっちゃ中華料理屋さんで、うん、普通よりもなんかその日本人が作る中華料理じゃなくて、うん、わかる、もう中華料理を作る人が中華料理を作ってんの、うんうんうん、だからなんか飲み物まで中華料理やって、なんか絶対頼まなあかんくって、うん、で、なんか水とかもあったの、お茶とか、うん、でもちょっとさ、そういうのさ、気になるやん。飲んでみたいな。うん、だから飲んでみたら、うん、あのね、お茶に砂糖、お茶にシロップをもう、うん、わーって入れまくった甘ったるい飲み物なんだよ。なんていうジュースやったん、忘れた。うん、美味しかったけど、なんかちょっとなんか甘かった。では絶対飲まんような味ってことやろ。飲んだことなかったもん。てんのもなかった。なかったよな。漢方が入ってんねん、そのレモンティー。漢方？だからなんか癖になる感じの。だけどなんかすごいよな、日本でな、なんか飲んだことない味やった。今日多分ルームスの朝のメールで送った、うん、その写真。噛み切れないわ、やっぱね。うん、人来て、うん、マジ
で噛み終わらん。顎痛いもん。疲れてきた。うん。マジボサボサ。髪も、髪絡まってとかれへん。ここまでしか。もう手なくくっちゃったよ。どうせくくるから。えらい。もうね、ボサボサなるから。ほんま、マジで顎痛い。疲れた？うん、疲れてきた。ちっちゃくならへんねやろ。うん、なんかいつまでもいつまでもいる。うん、もしあれやったらもう出したら。うん、眠くなってきた。ご飯食べると眠いよね。うん、アミは昼夜の間が一番眠くなる。いや、わかる。でも寝る時間はないねん。もうな、寝たらな、余計しんどいから。起き上がるのしないよな。うん、前まで寝てたけど、うん、やめた、寝んの。あ、今な、てんちゃんにな、うん、寝た方がいいって言われて寝たけど、寝たけど、うん、なんか時間に追われる気したからやめた。そうやね、てんな、飛び起きた、飛び起きたことある。起きたらオールアップの時間ってびっくりした。やばい。マジで焦った。でも着替えててやったからよかったけど、でもめっちゃ焦った、うん、マジでやめた方がいい。おめでとうきます。20分ぐらいのお昼寝が寝すぎずいいと思うよ。やって20分。うん、確かに。え、それな、割り箸も変に割れちゃう。最悪。割り箸ってさ、割んのむずくない？だから割れてるやつ好きやねん、ローソンとかの。わかる。でもこういうのでめっちゃうまく割った時は嬉しいから。最高。うん、確かに。それはそう。苦手苦手、悪い苦手っす。なんか豆知識やけど、うん、こうやってさ、あるやろ、うん、で、この反対側の端に爪楊枝を入れてなぞったら割れんねんで、綺麗に。そうなん。うん、あ、15分経ったって。うん、アミも。じゃあそろそろ終わろうかな。ね、用意しないと。え、何番目メイク。一緒。じゃあ読みたいと思います。名前読みます。13位まさやかさん、ありがとうございます。12位ゴルさん、ありがとうございます。11位まふみさん、ありがとうございます。13位10位コジさん、ありがとうございます。9位鉄メガネさん、ありがとうございます。8位モンテさん、ありがとうございます。7位モンデさん、ありがとうございます。6位リカちゃん、ありがとうございます。5位マキマキちゃん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位オウミさん、ありがとうございます。2位ジョエルさん、ありがとうございます。5位そして1位はダラ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 、ありがとう。ランディさんでした。ありがとうございました。2位マコト君、皆さん、待って、1回チャージ。1位はシューザーさん、ランディさん、明日撮る、明日映画くので待っててください。ありがとう。それでは終わりたいと思います。また来てくれ。公園で待ってます。じゃあ終わりたいと思います。ショールームはまた明日会いましょうね。バイバイ。ありがとうございました。タラーン、チムチムです。あし、あ、そうだ、来て。何を。バイバイ。公園来てね。ステンダコールしてね。またね。じゃあね、ありがとう、来てくれて。じゃあね、またね、バイバイ。せーの、ランディさん、ね、ありがとう。バイバイ。